ズハンクサナギカズラアスパラアスパリゴズは、クサスギカズラ属の植物の一つで、観賞用に栽培されるアスパラガスの一つである。狩りが幅広く、普通の葉のように見える。ツルセイの常緑多年草で、根は防水型に肥大する。茎は細くてよく枝を出し、多物に巻きついて登るように伸び、長さは2から3メートルに達する。狩りは五星し、長さは3センチメートル程度。 卵円形で先端が尖り、平行脈が走る。歯には光沢がある。柿は冬。花は細い花柄の上に2から3個ついて、緑白色で方向がある。液化は暗視色に熟し、1から3個の種子を含む。種小名の語尾は、もどきの意味なので、この学名を素直に解釈すると、アスパラガスに似ているがアスパラガスではないアスパラガス、という奇妙なものとなってしまう。 これは、ハラキサイの時、リンには本種を、草ギカズラ属ではないと判断し、マディラはスパリゴズと命名し、後に本属に移ったことによる。ちなみに、本種の異名には、アスパラメデールイズというのがあり、なおさらにややこしいことになっている。このシュガサルトリーバラ科の仕様で属と判断されたことも、あり、シノニムには、スマイラックスアスパリゴズホートというのもある。園芸分野では、 学名金読みのアスパラガスアスパラゴイデスモトールが、他にアスパラガススマイラックスが使われることもある。これは、本種の葉が、塩で属のそれに似ているために、その属名、スマイラックスを英語読みして使っているのである。英名もこれに当たるスマイラックスアスパラである。さらに、旧属名の金読みであるメディオラが使われることもある。南アフリカ原産。 観葉植物として栽培される。鶴生なので、釣り鉢やアンドン仕立てにするほか、切り花としても利用する。日本には明治10年頃に土台した。葉の光沢が美しいもので、利用法としては、テーブルデコレーション、ブーケ、コサージなども挙げられる。ホンダタ監修、P561、園芸植物大事典1、P88 ホンダタ監修。 P561 本棚監修。P561 園芸植物大辞典に1。P88 この項は園芸植物大辞典1。P88 本棚監修。P561 本棚監修。P561 浅山ほか。P147。ありがとうございます。